私はもともと大野出身で、東京で十何年間 OL をしてたんですけど、二人目ができたっていうタイミングで、まあ、大野に帰ってこようというふうに思って、まあ、一家で U ターンしてきました。東京で会社の広報の部署にいたので、こちらに帰ってきてから大野のお店とか企業とかイベントの PR を SNS でお手伝いする仕事をしています。自然もすごいたくさんあるし、食べ物も美味しいし、お水も美味しいし、自分の親の子育てのサポートも得られるので、両親はやっぱり孫と気軽に会える時間が増えたので、自分の子供もすごい楽しそうだし、父親とか母親もやっぱ笑って遊んでる姿を見ると、あ、帰ってきてよかったなっていうふうに思います。